はい、どうも星です。今回はですね、鬱が辛い時の過ごし方3つというテーマでお話していきたいと思います。サムネイルにもあると思うんですけど、これは私がうつ病再発してから実際にリアルにやってきたね、過ごし方っていうのをちょっと振り返りも兼ねてまとめてみたいというふうに思います。でちなみにその動画を撮っている時の現在の体調なんですけど、低め安定ですね。決して寛解してるって感じは全くないですね、正直言って。低め安定の状態です。はい。で、いつものことなんですけど、あくまで私の個人の体験談なので、そこだけね、ちょっとご了承ください。で、まず一つ目なんですけど、一つ目は、好きな時間に寝て、好きな時間に起きるですね。これは、おすすめしていいのかどうかちょっとわかんないです、正直。体には良くないと思いますよ、全然。ただ、うつの時って、何かに縛られるとか、やらなきゃいけないことっていうのがすごい負担になるんですよね。めちゃめちゃ負担になるんですよ。だから私は健康のためにだいたい10時とか11時に寝て、朝6時7時に起きて朝散歩をするっていうことをね、ずっと習慣にしてきた人間なんですけど、ただね、それに縛られると本当に辛いんですよね。再発して思ったんですけど、やっぱり再発してまた薬を飲み出すと睡眠のリズムめちゃくちゃ乱れるんですよ。もうこんなん絶対うつのせいやろっていうような乱れ方をするので、一旦それを捨てて好きな時間に寝て好きな時間に起きるっていう風に決めてやってます。なので最近の生活リズムはもう最悪ですね。めちゃめちゃになってます。はい。で、2つ目なんですけど、いろいろやってみて今の自分が心地いいっていうことを見つける、継続するですね。これはね、自分の体調に合わせて、私結構コロコロ変わるんですよ、気分のいいことっていうのがね。で、私は読書好きなんですよ。本読むのすごい好きなんですけど、今全然受け付けないんですよね。文字全く読めないし、人のツイッターですらね、140文字ですら読むの辛いみたいなところがあって、もうここ何ヶ月か全然本読めてないですね。毎日本読んでたような人がですよ、全く読めないんですよ。で、現段階で私が心地いいのは、なんか YouTube とかでぼーっとね、ゲーム実況とかを見るとか、なんか空の映像を見るとかね、そんななんか何も頭を使わないようなものを見たり考えたりしてる時が一番気楽なんですね。なんかこう辛いこととか苦しいことを考えないようにするっていうのが一番いいんだけどさ、それできないんですよ。どうしても鬱だからいろいろ考えちゃうんですよね。なので無理だからこそ何かに集中しようと思ったんですよ。ただその集中する先が読書とかだと辛すぎる。で、仕事とかも今は全くできないっていう状態なので、じゃあなんか動画とか、アニメとか漫画とかでもいいかなと思うんですけど、そういうのにしようっていう感じですね。で、最後3つ目なんですけど、これはまあ2つ目のと似てるんですけどね、心が楽だなって感じる時間をできるだけ増やすっていうことですね。例えばさっき言った、私は本読むとかよりもゲーム実況見たりとか、なんか空の何でもない映像を見る方がいいよみたいな話をしたと思うんですけど、なんかそういうことやっててもさ、こんなことしてていいのかなとか、早めに散歩に出た方がいいんじゃないかとか、ちょっとでもお仕事したりとか、家の家事とか、なんかそういう有益なことをした方がいいんじゃないかとか、なんか何もしてない自分ってダメなんじゃないかとか、このまま腐っていくんじゃないかみたいな心配って出てくるじゃないですか。で、それをね、消し去ることってのは難しいんですけど、でもやっぱそこはちょっと一旦諦めてさ、なるようになるだろうっていうふうに思うしかないなって私は思ってるんですね。実際過去に再発する前にうつ病になって寛解していった時も、もうなるようになると、もうどうでもいい、もう人生ある意味諦めるかみたいな感覚になってから回復のスピードが上がったっていう経験が私の中にあるので、なので今回も本当はなんかいろいろやんなきゃいけないんじゃないかとか、仕事もいっぱい止めてるしね、早く仕事再開した方がいいんじゃないかとかっていう気持ちもあるんですけど、もう感覚としてはもう今年いっぱいダメだと、今年いっぱいはもうダメだっていうぐらいの感覚でいなきゃいけないなって、いなきゃいけないっていうのもおかしいけど、いた方がいいなっていうふうに感じてます。そうじゃないとやっぱりしんどいんですよ。その急速に集中できないんですよね。どうしても体調が悪くなっていったりとか、鬱がなかなか良くならないっていう状況の時っていうのは、だいたい将来の心配とか過去の後悔とかを引きずってることが多いんですよね。で、その時はもう自分の心をどんどん疲れさせていってしまうので、これ良くないなっていうふうに思いました。というわけで今回3つですね、好きな時間に寝て好きな時間に起きる、いろいろやってみて心地いいことを継続する、心が一番楽だと感じる時間を増やしていくという3つでした。今の私の体調もそうなんですけど、鬱が良くない、辛いなって感じてる時っていうのは、とにかくもう自分を甘やかしますね。もうそうじゃないと本当にちょっとやってらんないなっていうところがあるので、なかなか自分を甘やかせてないなっていう人はですね、今回の動画を見てちょっと考えてみてください。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。